平野翔さん、YSL の顔として表参道をジャック。ILI を聞きながら見るべき。平野翔 ×YSL の感動 CM にファン大興奮。表参道がまさかの平野通りに。表参道という名の街角は、長らくファッションや文化の最前線として日本だけでなく世界中の注目を集めてきました。その場所がさらに輝きを増す瞬間が訪れました。それは、 2024年9月23日から29日までの短い期間、YSL ビューティーのキャンペーンが展開され、アジアアンバサダーである平野翔さんの姿が街全体に彩られるという、まさにファンにとって夢のような瞬間です。多くのファンにとって、表参道は単なるショッピングの中心地ではありません。特に今回のような特別な瞬間には、ファンの心の中で表参道は平野通りとして記憶される場所へと変わります。 朝早くから多くの人々が足を運び、翔さんの大きなビジュアルが並ぶ風景を見て、心を揺さぶられます。キャンペーンの一環として、YSL の最新リップバーム、ラブシャインキャンディーグローバームが大々的にプロモーションされており、その広告に登場する翔さんは、まさに光をまとっているかのように、見るものすべてを魅了しています。翔さんがアンバサダーとして選ばれたことは、 彼が持つ個性とブランドの持つエレガンスが完璧に一致するからに他なりません。YSL の製品が持つ革新性、洗練さ、そして大胆さは、平野紫という存在そのものを体現していると言っても過言ではありません。彼の透明感と強さ、そして何よりも彼の持つ自然体の美しさは、まさに YSL のキャンペーンにふさわしいものでした。この特別な瞬間を体験したファンたちは、 その感動を言葉に表すのが難しいほど強く心を打たれています。表参道が賞賛で埋め尽くされていると語るファンの声が聞こえるように、街全体が彼の魅力で満たされ、そこを歩くだけで特別な感覚に包まれます。一部のファンは YSL のキャンペーンビジュアルを見ながら ILY を聴くという、自分だけの特別な時間を作り出し、涙を浮かべる瞬間さえあったといいます。このような感情の波は、 賞賛が持つ絶大な影響力と彼がアンバサダーとして表参道に登場したことは単なる広告キャンペーン以上の意味を持っています。多くのファンが感じたのは彼が一つの象徴となっているという事実です。彼の存在がファッションやビューティーの世界に新しい価値観をもたらし、また同時にファンとの深い絆を築いているのです。 彼が YSL という世界的なブランドの顔として選ばれたことは、まさにその証であり、彼の存在が日本だけでなく、アジア全体でどれだけ影響力を持っているかを物語っています。しかし、このキャンペーンにはもう一つ重要な側面があります。それは、賞賛のビジュアルだけではなく、YSL の新しい製品、特に、ラブシャインキャンディーグローバームが持つメッセージ性です。このバームは、 単に唇を美しく保つためのものではなく自分自身を表現するためのツールとして提案されていますこれは賞賛が持つ自信や自然体の美しさそして自己表現の自由さと強く共鳴しています多くのファンが彼を見て自分らしさを大切にしようと感じるようにこのバームもまたユーザーが自分自身を最大限に表現できるアイテムとして位置づけられているのです このような製品と広告キャンペーンが一体となり、ファンにとっては忘れられない体験が生まれます。ファッションやビューティーの世界では、製品そのものだけでなく、そこに込められたメッセージやストーリーが重要視されるようになっています。そして、賞賛が体現する、自然体の美しさ、自己表現の自由さは、YSL が今まさに掲げているテーマと完全に一致しています。それこそが、 このキャンペーンが多くの人々の心を動かした理由です。今回のキャンペーンは、ファンにとっての夢の瞬間でもありました。平野翔さんという、ただの俳優やアイドルを超えた存在が、ファッション界においても特別な地位を築いていることを示しています。彼が表参道に登場し、YSL のビジュアルとして街を彩ることは、彼のキャリアにとっても新たなショーの始まりを意味するのではないでしょうか。そして、 ファンはその一瞬一瞬を見逃すことなく、彼の歩みを共に進んでいくのです。この短期間にわたるキャンペーンは、多くのファンにとって、まるで一生に一度の特別な機会のようなものでした。彼の広告ビジュアルを見に行くために、朝早くから表参道に足を運んだ人々は、その景色を心に深く刻み込みました。そして、その光景は、彼に対する感謝と愛情の証として語り継がれることでしょう。 表参道が翔くんで埋め尽くされているという言葉は、ファンの感情を代弁するものであり、その瞬間の特別さを物語っています。このような体験は、ファンにとって単なる広告を見る以上の意味を持っています。それは、彼とのつながりをより深め、自分自身の美しさや強さを再確認する機会でもあるのです。賞賛の姿を通じて、ファンは新たな自分を見つけ、自信を持って前に進む力を得ています。 それこそが彼の影響力の真髄であり、今回のキャンペーンが成功した最大の理由です。表参道の街並みは彼のビジュアルで彩られ、その一瞬一瞬が人々の記憶に深く刻まれました。この期間を振り返った時、ファンたちはきっとこう思うでしょう。あの時、翔さんと一緒に表参道を歩いていたと。キャンペーンのビジュアルは、 平野翔さんの持つ独特のオーラと YSL のエレガントさが見事に融合しており、通行人たちは立ち止まって彼の美しさと広告のインパクトに見入ってしまいます。このキャンペーンは単なる商品プロモーションにとどまらず、翔さんのファンにとってはまさに夢のような瞬間でした。特に彼のファン層は幅広く、18歳から65歳までの女性たちが彼の美しさと存在感に心を奪われているのはもちろん、彼が持つ謙虚さや誠実さが、 多くの人々にとっての魅力の一つでもあります。今回の広告展開は、そんな彼の魅力を最大限に引き出し、まさに翔さんそのものが表参道と一体化したような感覚を与えるものでした。表参道ヒルズの屋外広告には、平野翔さんが繰り返し登場する巨大なバナーやボードが掲げられ、一歩一歩進むたびに異なる角度から彼の姿を目にすることができます。特にこの時期、ファンたちは、 表参道がまるで賞賛のために作られたようだと語り、ソーシャルメディアでも、平野通りという言葉が飛び交いました。これは単なる偶然ではなく、彼の圧倒的な存在感と、それを支えるファンの熱狂的な応援が生み出した結果ともいえます。この瞬間、表参道は単なるショッピングエリアではなく、平野賞賛を象徴する空間となり、多くの人々にとって忘れられない体験となったのです。 実際にこの広告を目にしたファンたちは、その感動を抑えきれませんでした。かっこよすぎて泣きそうになったずらーっと翔さんが続いていて、夢みたいといったコメントが次々と SNS に投稿され、彼の登場がどれだけ特別なものであったかを物語っています。さらに、ILI を聴きながらこの景色を見たら涙が出ちゃう朝から素敵な景色見せてくれてありがとうなど、音楽と共にこの瞬間を体験することで、 さらに感情が高ままったたファンも少なくありませんでし YSL のキャンペーン広告が持つ圧倒的なビジュアルと、平野翔さんの魅力が相まって、ただ商品を紹介するだけでなく、ファン一人一人に感動的な瞬間を提供するという役割を果たしていたのです。このように、ファンが広告に対してこれほどまでに強い感情を抱く理由は何でしょうか。まず第一に、平野翔さん自身が持つスター性があります。 彼は単にルックスだけでなく、彼が出演するドラマや映画、さらにはステージでのパフォーマンスにおいても、常に多くの人々を魅了し続けています。彼の表情や仕草、そしてまっすぐな瞳は、まるで見ている人々を引きつけ、心の奥底に何か特別な感情を呼び起こすようです。それは、今回の広告キャンペーンでも如実に現れていました。広告に映る彼の姿は、まるでファッションブランドの枠を超え、 彼自身がアートそのものであるかのように感じさせます。さらに、今回の広告展開が行われた場所が表参道であることも、ファンにとっては大きな意味を持っています。表参道は、常に最先端のトレンドが集まる場所であり、そこに掲げられる広告は常に特別な存在感を放ちます。そしてそこに、賞賛が登場することで、表参道自体が一つの、特別な舞台として変貌を遂げました。 彼のファンたちにとっては、この場所に足を運ぶことで、彼との特別なつながりを感じることができ、ただ広告を見るだけではない、体験を味わうことができたのです。このキャンペーンはまた、YSL というブランド自体にも新たな魅力をもたらしました。YSL は、ファッションやビューティーの分野で世界的に認知されているブランドであり、特に今回の、ラブシャインキャンディーグローバームは、 その華やかで洗練されたイメージを体現し,ていますしかし、翔さんがこのキャンペーンに参加することで、YSL の製品は単なるラグジュアリーブランドの枠を超え、より身近で、そして感動を与える存在へと昇華しました。彼のアンバサダーとしての活動は、YSL の製品がただのファッションアイテムでなく、彼がまとうことで一つの物語を語り、消費者に深い共感を与える力を持つことを示しています。